皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えするテーマはこちら、リピーター作りの仕組み、100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて、10の切り口を通して解説していますが、今日その中の一つ、循環型というものについて考えてみたいと思います。循環型っていうのは、同じ感覚で定期的にぐる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 、 サイクルのように、えー、買ってもらう仕組みですね。買う感覚が同じ感覚である。えー、買う感覚が同じかなという、同じ、えー、時間であるということがポイントになります、えー。その事例1個紹介したいと思いますが、こちらになります。はいえー、サザエさんに出てくる三河ワのサブちゃんという方いますね。 これをご用聞きという仕事なんですが、あの実際にですね、あのー、こっちはーすって言ってですね、言ってるだけのように見えますけど、その時に、あのー、あ、サブちゃん、あのー、醤油持ってきてとか、そうそうお酒が切れたんだよね、みたいな形でやってますよね。このように定期的に回ることによって、定期的に注文を取ってもらえる。だからといって、毎回売り込みに行ってたんでは嫌われるので、 え、御用聞きという、えー、まあ、えー、ね、言ってることは何やってるかって言ったら、結局、その、タラちゃんとかカツオ君しか言ってないわけですよ。でもそうやってることによって、えー、次のリピートの仕事がもらえるっていう方法に、御用聞きっていうのがあるんですね。で、これを、え、下に書いてますが、え、街の電気屋さんで御用聞きをやって、年商9000万というですね、 え、家電メーカー弱体化が追い風にっていうのを事例をちょっと紹介しましたので、ぜひですね、リンク先の記事を見ていただきたいと思うんですけど、ま、電気屋さんって、今、あの、山田電機とかね、あの、そういう大きい家電屋さん、もしくはネットの家電などで、非常に厳しいと言われてますね、街の電気屋さん。だけど、結局、このようなご用意を聞くすると、例えば、あの、 あ、ちょうどいい時に来たって言って、あの、手が届かないんだけど、あの、上のね、あの、電球変えてくれないかねとか、ちょっと見て最近、あの、洗濯機の調子が悪いんだよ、みたいなことで、えー、話があって、だったらうちで直しますよ、みたいなことができるというものなんですね。家の中には家電製品が溢れています。で、えー、いろんなトラブルがあったりとか、いろんな困ったことがあったりします。 そういうことをすることによって売り上げ上げていくっていうことは、ま、まさにランチェスターというかですね、あの、接近戦のやり方ということで、あのね、なかなかみんなやりたがらないんですけど、こういうね、え、ことが効果的ですよっていうことですね。え、ま、これをちょっとま、循環型と言っていいかどうかわかんないんだけど、え、その、定期的に回るってことが大事なんだということで、そうすると定期的にリピートが取れるということで紹介しました。 リピートコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。